ちょっと甘くいきましょうかね、距離。こっちは割と強めにいった感じなんでね。ちょっと甘いので。初めにあまり、その山の形と質感以外のものに飛びつかない雲の影が多分に影響してるんですね。この暗さ、ムラムラに入っていくのがね。今こんだけ雲がかかってて、しかもこれ晴れてるでしょ。晴れたらこれで明るいですよね。だからこれ意識してないですけども、この大地の中にものすごいムラがあるんですよね、光と影に。こうするする雪の日なんか見るとものすごくよくわかりますけど、今これなんか全部雪だとよくわかるんですけども、これ実際に土のところと雪があって、白黒がある上に光と影があるんでよくわからないんですけども、こう区別してよく 見るとムラなんですよ、光のムラ。だからそういう現象みたいなものにこう揺り動かされると、こう何を描いてるのかわかんなくなっちゃうので、今これ白を見て描きますね。こっちの白側を取ります。白を、これ白の形を描いてます。これ右側はもう質感を与えて、白の形を取るために適当です。形を少しこの段階で変えたかったら変えていけるので、今ちょっとこの最後どこまでこの空が広がっていいか、四角い形に行くのかどうかっていうのをちょっと全体考えますね。この水の加減によって墨の感じが変わるので、どれぐらいにドボッといくか、あとあんまり行ってほしくないところはたくさん塗らない方がいいですよね。ものすごくムラになってくるので、とりあえず一旦薄いベースでイメージ見ますね。ちょっとこれ距離が短いんでね、あんまり綺麗に伸ばす距離がない。これ入れるとき注意したいのはね、コイの入れてまたちょっと途中なくなっちゃったからって、薄いの入れたりすると、コイ薄い、コイ薄いとか、ムラムラのやつがこう順番にこう送られていくので、できるだけ少しずつ濃くなるとか、だんだんあれ変わっていくのはいいですけど、いきなりこうサンドイッチみたいに水墨みたいな形になっていくと、位置だけちょっと軽く入れておきましょう。
ょっと都合のいいように形変えてくださいね。形変えるというか、まあ、これ家の方に来るとちょっと色が甘い方がいいですね。あのこっち側のちょっと腹の水を使いながら甘くしていってください。あんまり質感を足しすぎると上と一緒になっちゃうので、まあ、押さえて、後からちょっとこれ時間差で一瞬押さえてもいいですね。残りますからね。ちょっと時間が経てば後がね。でこれも描くときにね、やっぱ右左の変化、今これでもこっち側の近景の建物とこっち側でちょっとこう同じことがずっと続く可能性のある分時は常にちょっとこう一旦立ち止まって、ここもなんかこうストライプでずーっと横に描きたいなと思っても、まあアイデアとしてはそれでいいんですけども、いざそれをじゃあ入れる時にそのストライプをどう表現するか、色はどうだ、いいですね。今これもここの1単位を描くための色の流れですよね。今この色から始まってだんだんこう色が抜けて、あのグラデーションが筆の中の隅がなくなってきてこう使うと、だからこれをある程度こんだけを1単位として隅を入れるっていうかね、筆を、まあ、白はもうあの残ってるんであんまり形としてうるさいところは消していきます。でさっき言ってたポイントのところのにこう向けて、手前のポイントの部分に大しごくちょっと残して、でさっきちょっと見えすぎてた、まあ、裾をちょっとこう落としますね。今ね裾とかちょっと影になる側の、ここのやっぱ空を思い切って暗くしたんで、ちょっと暗めに行ったんで影もちょっと深めに行ったんですよね。その方がこの空と合う、やっぱ空の色と合うのでね、光の状態とかと山の見え方とか。まあこんな感じ。じゃあ、リブキさんの完成です。一番これで終わっ、ここで見えなくなっちゃうんでね、やっぱりこっち入れてた方がいい。サーモンのところと、あと何度とか六角度みたいな、一つ小さなタコみたいな、その後ろをどう工夫していくか、前を引き立たせる、ポイントを引き立たせるための後ろの扱い、少し、曖昧にならない際に、もうちょっと上まで上げていくっていうかね、で階段の両側に展開する小石の質感とかね、あそこの展開すごく綺麗なんですよね。だからその紙の目を潰さない部分っていうのを意識的にもうちょっと残したらどうかなと思いますね。
ごめんなさい、これちょっと極端にこっち、ちょっと入れていいですか。はい、どうぞ、お願いします。こっちが、こっちが釣れると、これもう書くところがすごくはっきりしてきて、ね、じゃ あ, こ、まあ攻めていくのがもうこっちへ攻められる、そうです、ね、っていうことでこうはっきりしていくと思うんですよ。そうですね、こっちがこれで終わっ、ここで見えなくなっちゃうんでね、やっぱりこっち入れてた方がいいですね。木の表現、あの思い切って白と黒のコントラストをグッとつけて、あの白の絞り方ね、あと上まであれ白を続けずに上を、まあ柔らかい、悪い。